キック。おっ、うわっ、ちょっと下の方、すると、机がスライド、クリームバズーカが炸裂。おじいちゃんはコントのような展開に。シャンプーは気づくか気づかない。だってでもあんなこうお湯の中にね、こうなんで液体ですもんね、分かんないと思います多分。こう一生懸命何あのシャンプーしてても、まあもうこれでお湯流してからあんなこうお湯の中にね、こうなんで液体ですもんね、分かんないと思います多分。こう一生懸命何あのシャンプーしてても、まあもうこれでお湯流したからもう終わり。さあ、マスオト、まもなくゲートインです。さあ、いった。数々の芝場をくぐり抜けてきたマスオト、弾幕の表情からどんな滑りを見せるのか。さあ、スライダー、さあ、来た、さあ、それか。押した。勝利の呼吸発動。また押した。この2個バズーカ発射。佐藤のゲートイン。芸能界最速55日で離婚した女河野、果たしてその驚異のスピードをここから見せられるか。さあ、岸、まもなくゲートイン。さあ、いった。さあ、福地、まずはその表情に注目です。来た、前回の記憶を呼び覚まし、わずかこんな4秒で後ろを入れてくる。そして予選2位通過はこの人、菊地亜美。すいません、先ほど浜川です。すいません、ちょっと謝罪させてもらっていい。やばい、近い。ちょっと謝罪させてもらっていい。よし、ちょっと謝罪させてもらっていいですか。スポーツ新聞を広げたところで参ります。ザ・出走デシベルだよね。Go!
続いてはキング。お弁当が飯食って、違うアイテムを、大丈夫か、怖い怖い、お弁当が、続いてのターゲットは矢部太郎。すいません、次にやっていったのは年配の男性。お金を入れた。カウントダウン開始。この老人、小銭を料金ボックスの上に置いた。このマッサージをあと数回受けるつもりなのだろうか。ターゲットはジャングルポケット斉藤。気取ってコーヒーなど飲みながらやってきた斉藤は一体どんな反応を見せてくれるのか。